On the ice, representing Kazakhstan, Marina Khalturina and Andrei Krukov. 6番、マリナ・ハルトリナ、アンドレイ・クルコフ組、カザフスタン。こちらは女性が笑顔で登場しました、カザフスタンのマリナ・ハルトリナ、アンドレイ・クルコフ。曲はスイング・キッズとラブストーリーです。2人で飛ぶトリプルサルコーでしたね。女性が2本足で降りてきてしまったのがちょっと残念なんですけれども、転倒よりはマシです。そしてダブルアクセル成功です。成功です。ダブルアクセルからダブルループ。スロートリプルループ、はい、これも両足の着地です。再びスロージャンプ。真面目な顔して滑るという感じがあったんですが、はい、今年は非常にあの女性の方の表情も豊かになって非常に成長したと思います。あ、そうですか。このリフトの形も非常に綺麗ですね、はい、流れも良かったです。2年連続で NHK 杯にやってきていますので覚えている方も多いと思いますが、95年と96年ともに5位。確かに表情は豊かになっています、はい、女性のハルトリナ。曲がシングシングシングに変わっています。
ザフスタンのマリナ・ハルトリナ、アンドレイ・クリコフです。やはりこの今まで滑った中で、はい、一番こうなんていうんですか、スケートとして見れるというか、こう良かったと思います、はい、リズムがありましたね、はい、スピード感もありました。これにもう少しね、あの滑っているところでも、はい、こうちょっとしたテクニックなどを取り入れてあげれば、こうもうちょっと上位に食い込むことができると思うんですけれどもね、はい、これは今リフトのシーンです、うん、これも高かったですね。そうですね、ただ男性の方がこのリフトをしているときにスピードがガクッと落ちましたから、ね、 そうでしたね、そういうところがもう少しこうスピードを保っていけるといいですね、うん、ただご覧のハルトリナの表情は非常に明るい表情です。去年の世界選手権ではこのペアは第12位でした。フィギュアスケートにはチャンピオンズシリーズという世界を転戦する6つの大会があります。日本では NHK 杯がその1つなんですが、今シーズンはそのアメリカ大会で第5位、カナダ大会では第2位、 5.1 が出ました。テクニカルメリット、技術点です。ちょっと場内からもブーイングに似た歓声が出ています。もう少し点を上げてもいいんではないかという。今度はプレゼンテーションです。 5.1 が1人、 5.0 またブーイングです。この時点で第1位、6組が滑り終えました。